Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah.神の国とその義をまず第一とするとき、すべては与えられる。ハレル、ハレルヤ、エイメン。Good morning。皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。朝でございます。函館を背に、今は山に向かって大沼方面に邁進しております。進んでおりますよ、私の後ろは実るほど頭を垂れる稲穂かなと、収穫をもうちょっと先に待ち望んでいます。収穫は多いが働き人が少ない。収穫の主に働き人を送ってくださるように祈りなさいという聖書の言葉もありますが、やはり謙虚、へりくだる姿勢大切ですよね。やはり御言葉、足の灯火、道の光、今日あなたに送りたいデイリーの言葉、ルカの福音書12章25節からの言葉です。あなた方のうちで誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。あなた方のうちで誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。ルカの福音書の12章この22節から32節に出てくる有名な言葉ですよね。自分の体のことで何を着ようか、自分の命のことで何を食べようかと心配するのはやめなさいと。あなた方の命は食べるものよりも大切です。あなた方の体は着るものよりも大切です。空の鳥を見なさい。マタイは鳥って言ってるんですけど、ルカの福音書では空のカラスを見なさいと。そしてどのように養われているか考えなさいって。だから視点を食べるもの、着るもの、心配し心を煩わせているともうそれが大きくなってしまうわけですよね。だから主観的客観性を持って神の創造したカラス見てみな。心配して悩んでるかって、ね、ちゃんと食べるもの与えられているじゃないかって。誰が養ってんだね。ユリの花見たか。そういえば今回十字架担いで歩いてると、この山森の中にね、ユリのこの白い花、真ん中黄色なのかな、すごく美しく咲き乱れてんだよね。ワオ、ね、聖書の言う通りユリの花を見なさい。考えてみな、誰が装ってんだって。彼らね、働きもしないし紡ぎもしない、織りもしない、しかしこのように装ってる。栄華を極めたソロモンより美しく飾ってるよ。空の鳥は種もまかない、ね、また刈り入れもしない、納屋や蔵もないのにちゃんと養われてる。お前は空の鳥よりも野の花よりも価値ある大切な存在だよ。神の国、またこの義を第一にしてみな。そうしたら全ての必要なものが備えて与えられるよ。この聖書のこの表現の中に、結局スタートは文脈読むとちょっと前はやっぱり自分のために蓄えるよりは神の前に富んだ方がいいんだとね、その前の文脈は貪欲に
注意して警戒しなさいということなんですね。さあ、収穫があって自分のために小さな蔵を壊して大きな蔵にそれを納めて、さあこれから先何年も食べて飲んで楽しめる、愚か者、今日お前の命はお前から奪われるという神の声を聞いて、結局は、ね、その残った財産、彼が死んだら誰が取り合いするんだねっていうような聖書の箇所ですよね。人間はやっぱり貪欲になり心配し、そしてその食べるものや着るものに心をあさらすとその問題が大きくなり、イエスは信仰の薄いものよって言ってるわけですよね。それは信仰の小さいものよ。やっぱり自分のこの執着心とか欲が大きくなっちゃうと、また心配事が大きくなっちゃうと、神に委ねることを忘れてそれを大きくなってしてなっていってしまうと信仰が小さくなるんだよね。からし種の信仰があったら、この後ろの山に海に沈めてた、沈むんだって言わんばかりのことを聖書は語ってますけど、皆さん、神の国を与えるために神が自らの子御子イエス・キリストをお与えになった、ね、父なる神は私たちのことを面倒見てくださる方です。ですからこの方を第一としなさい。その神の国をもたらすために来たイエス・キリストは十字架の上で私たちの罪のために一粒の麦が地に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、人生の実を結ぶために、そして神とつながって神の栄光を表す私たち存在になることができるために、イエス・キリストが神の国を語り、神の国はお前の心のただ中にあるよって、キリストイエスを心の中に迎え入れることは神の国を迎えることであり、神の国に属する私たちは異なったわけですよね。また異なっていくわけですよね。そうすると神の視点から物事を見るようになっていくことが大切だよって。地上の視点、そして邪悪な、やはり悪が働くこの世の中の価値観を心に据えるんじゃなくて、神の永遠なる価値観を心に据える、神の国と神の義、この慈しみ、憐れみ深いイエス・キリストの私が道、真理、命ですとおっしゃる方をここに留めて生きることが、もっともっと心が豊かになり神の国を表す器になっていくことができる。私たちはこの地上では地の塩、世の光なんだと。願わくは神の栄光、光を表し、神に作られ、生かされ、愛され、恵みによって救われているその味を、この味のない世の中で表していけるものとなっていくことができる。あなたの必要を神、父なる神はちゃんと子供のことを思う父親のように、そしてどんな悪いことを子供がしても父親は愛を持って接するように、永遠なる大いなる父なる神は私たちを愛し、最高のもの、最高の存在、救い主イエスを与えてくださっています。この方を通して私たちは恵みは十分だ、この方によって私の人生は導かれ祝福されるんだ、そのことを忘れないで、今日の一日が素敵な一日になりましょう。 Have a good day.